新型コロナウイルスの流行でいろいろと心配されている方も多いと思います。一人一人ができる対策についてお知らせします。ああ、ただいま。よいしょ。散歩の気持ちよかったね。そいじゃ、腹減ったよ。いや、まんじゅうのあれね、手羽ろてから食べようかね。手羽らわんばね。おおおお、冷たか。あ、もうよかよか。ああ。梅さん、そい、ダメ。ああ、びっくりした。ないね。今、新型コロナウイルスが流行っとるでしょ。そうな。ちょっと恐ろしか。もう目に見えんけん、抱えとな会場もそろしかよ。梅さん、感染症にかからないために一番大切なことは手洗いです。さっきの手洗いではもしウイルスが手についていても落ちませんよ。ああ、手洗いが不十分で菌が手についたまま周りのものに触るとこのように菌が広がってしまいます。その菌がついた手で目を触ったり物を食べたりすると菌が体の中に入って感染する可能性があります。そういうダメな手洗いでは菌は全然落ちていませんよ。ああ、あいぶどげんすればよかと。手洗いはこうしましょう。せっ鍵ばつけて、よいしょ。手のひら洗い、手の甲洗い、指の股を洗い、手首を洗い、爪をひっかいて、指をつかみましょう。洗えたかね。お、どうですか。おお、きれいになった。菌もすっかり落ちましたね。仕上げにうがいもするとバッチリです。家に帰ったらまず手洗い、うがいを確実にしましょう。町民皆様のご協力をよろしくお願いします。